I'm not afraid to die.
虫じゃないぞ。覚え
民謡は歌のふるさと、古くから歌い継がれてきた世界の民謡を訪ねて、皆さんを世界民謡の旅にご案内いたしましょう。私たちの住んでいる日本の国、ここ信州はもう木の葉も色づいて虫の声も聞こえていますね。深い山の林の中、皆さんいらしたことはおありですか？深い林の中はとっても涼しくて静かで、大きな木の幹に耳を近づけると遠くの風の音が聞こえます。そして見上げると木々の間からは青い空が見え、木漏れ日が足元に落ちて、おや、聞こえてきましたよ、遠くから。ほら、山と木に恵まれた信州の民謡木曽節をお聴きください。ジャンボジェット機に乗って日本から旅立つことにしましょう。青い空をひとっ飛び、ここは地中海に飛び出した長靴のような国、イタリアにやってきました。明るい太陽と青い地中海、そして民謡の町ナポリにやってきました。ナポリの町の真ん中に立って東の空を見上げてください。そびえ立っているのはベスビオの火山です。登山電車に乗って山の上に行ってみましょう。Thank you.
さて、フラメンコを踊り、闘牛士もいる情熱の国といえばスペインですね。スペインのある小さな村の修道院にマルセリーノという少年がおりました。一人ぼっちの男の子でしたが、修道院の12人の神父様は皆マルセリーノを可愛がっておりました。マルセリーノだってとってもいい子なんです。マルセリーノの歌を3年生から5年生のミドルクラスの子どもたちの歌でお聴きください。スペインから今度はドイツの国にやってきましたよ。バッハ、ベートーベンと偉大な音楽家が生まれ、そして音楽を愛してきたドイツの人々。美しいライン川のほとりまで来ると昔々の不思議なお話を聞きました。辺りは大きな岩に囲まれ、右に左にと大きく曲がりくねったライン川を船に乗って下っていくと、どこからともなく美しい歌声が聞こえてきました。天使のように澄んだ声が、誰が歌っているんでしょう。美しい声。ふと見上げると大きな岩の上に誰かいます。金髪の美しい女の人が岩の上に腰掛けて、長い髪を口で溶かしながら歌っているんです。なんて美しい声でしょう。そしてキラキラ光る髪、船人たちは思わず見とれていました。するとどうしたのでしょう。不思議なことに船が次から次と川底に沈んでいってしまうのです。深い川底にまるで吸い込まれるように。どうしてなのか船人たちにも分かりません。
どうすることもできません。青い深い深いライン川にもう船も船人たちも姿は見えません。そしてあの美しい人の姿も。ライン川は静かに語りかけてくれました。ドイツのお隣の国、フランスにもちょっと寄ってみましょう。花の都パリから少し離れて、プロヴァンス地方の小さな町へご案内いたしましょう。アビニョンというところ、この小さな町の大きな石の橋の上にやってきました。ちょっとこの辺で一休みしましょうか。いろんな人が通るんですね。あれは花屋さんかな？あ、お坊さん。おや、小さな子供たちが踊ってますよ、橋の上で。楽しそうですね。合唱団で一番小さい1年生と2年生が歌います。アビニョンの橋の上です。
中佐など皆さんご存知の民謡がたくさんありますね。ここゲルウェイの町では今お祭りなんでしょうか、それとも結婚式があるんでしょうか。美しい衣装をつけて太鼓を打つ人や笛を吹く人々が通っていきます。笛の音に合わせて踊り出す人もいますよ。ゲルウェイの笛吹きという曲をお聴きください。乗せたジャンボジェット機は大西洋を横切りアメリカ大陸を飛び越して南太平洋にある大きな島オーストラリアに着きました。緑の草が一面に広がって羊がいっぱい。羊の毛ってもくもくして暖かそうですね。羊の毛でセーターができるんですよ。クリッククリックってハサミで羊の毛を刈ってあげましょう。Thank you.
様でした。楽しかった民謡巡りも最後の曲になりました。やっぱりアメリカにも行ってみたいですね。フォークソングにロックにジャズ、この国には新しい歌がいっぱい溢れています。それに世界の歌がアメリカに集まってきます。イギリス生まれの歌グリーングリーンもアメリカで大流行しました。青い空の下、緑の草が一面に広がって涼しい風が吹いてきます。いつか草原でお父さんと語り合った日のことを思い出します。会場の皆様もご一緒にお歌いください。グリーングリーンです。Thank you.
今日は私たちの合唱を最後まで聴いてくださってどうもありがとうございました。私たちの演奏会は今年で2回目です。あのウィーン少年合唱団の500年という歴史に比べたらまだほんの生まれたばかりですけれど、その2回というものを土台にしてこれからより多くのものを、より大きなものを作っていきたいと努力していきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。